はい、2021年8月8日はペンハウス木漏れ日に来ました。夜勤明けで12時半ぐらいの訪問でありましたので、限定は売り切れでございました。はい、それで、4月以来の、鶏塩そばでございます。具材となりますが、メンマに、大きめにスライスされた、青ネギ、そして刻みネギ、そして豚バラ肉チャーシューが2枚でございます。そしてスープは、親鶏の殻に、親鶏の中身に、羅臼昆布、そして塩だれは塩と砂糖のみのタレが9割、塩ラーメンに使用する複雑な構成の塩だれが1割とのことです。で、黄金色に塗っている油は、親鶏から抽出した鶏油だと思われます。いただきますと、非常に伸びのある、鶏スープ、鶏缶でございます。で、生姜のような香りがふわっと広がってまいります。鶏の旨味、香りがじんわりと、伸びのある感じでストロングでございます。はっきり言いまして東北トップクラスの、鶏塩だと思います。ベーススープの、羅臼昆布も、この伸びのある鶏感を引き立てているような感じなんですけれども、塩だれに1割含まれております、複雑な構成の塩ラーメン用の塩だれ、これが返しにもかかわらず隠し味的な要素となりまして、この伸びのある、鶏の旨味に、幅を与えているかのごとくでございます。まあ、あくまでも私個人的な感想であります。はい、それでは、麺肌シルキーで綺麗なこの麺ですね。こちらをすすり上げますとスル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 とこう、入り込んできまして、ふっくらーっとした食感なんですね。ふっくらとふくよかに、じんわりと、伸びのあるこの鶏汁を味わいまくりまくりシティなんですね。ふっくらーっとした感じで、この鶏塩を味わいまくりまくりスティーのこちらの麺、私はですね、切りは18か20かと思っておりまして、その時々によってこう、太さがこう感じが違う感じだったんですけれども、この日はまあ切りは18番手の太さに見え、加水率の感じは 34% かと思い、岡店主に質問しましたところ、どうやら切り場は16番手、加水率は 35% のようでございますね。その時々で太さが若干違う感じがするのは、麺の寝かせによる吸水率の違いかと思いますとのご指摘でございました。なるほどですね。ラーメンってくっかい。それで今回から薬味に加えられました青ネギでございます。バリバリとしたバリ系シャキシャキ食感でありまして、非常に面白い、食感のネギで、サラダ感覚で楽しめるネギ、青ネギパーツクでございます。このスープに浸していただきますと、まさにスープがドレッシングかのごとくの、ドレッシングになっているかのごとくのサラダ感覚で、味わえる青ネギとなっておりましてですね、まあ、もちろんあのネギはあのラーメンにめちゃくちゃ合いまくりまくりスティの唯一無二の、まあ、必要不可欠のですね、薬味でありますが、このラーメンにおけるネギの可能性にですね、着眼した提供の仕方でめちゃくちゃ最高の薬肉でございますね。それでこれだけあの存在感があるにもかかわらず、一杯を全然邪魔しておりません。むしろこの一杯をめちゃくちゃ引き立てまくりまくりスティの、ネギのあり方でございます。ラーメンセンス抜群中の抜群の、ネギの提供の仕方だと、思います。それにしてもこの鶏塩感、ふっかい。はい、それでは、豚バラ肉チャーシューでございます。おいしそう。はい、それでいただきますとですね、適度な弾力感、適度な、タレの染み込み感、豚バラらしい脂身の広がり感、
絶品の豚バラチャーでございます。木漏れ日流豚バラチャーでございます。それでこの辺りの中盤あたりになってきますと、麺の小麦粉がスープにですね、だん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 溶け込んできまして、スープの表情が、穏やかになってまいります。前半、じんわり伸びがある感じといえど、スープが非常にピュアな状態で、シャープでありました。で、そのシャープな感じはこの辺りになってきますと小麦が溶け込んできて、穏やかになってまいります。はい、それで麺は、こちらはいつもよりこのコリッと感が抑えられており、柔らかさが増しておりますね。シャキ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 としている、食感の変化を楽しめる具でございます。前半は、じんわり伸びがあるにもかかわらず、混じり気のないピュアな感じでございましたが、この辺りになってきて小麦粉が溶け込んできてですね、全体こう豊かに、ある種豊かに中華そばかのごとくのですね、中華そば塩かのごとくの、穏やかさ、全体がこう混ざり合わさってくる感じなんですね。で、この青ネギですね、これをスープに、浸しまくっておりましたので、若干火が入り、この食感が変わってまいりますね。この食感が変わってくる、サラダ感覚のネギも非常にいいですね。はい、それでは、豚バラ肉チャーシューでございます。絶妙な味付け、絶妙な弾力感、絶妙な脂身の広がり感、絶品木漏れ日流豚バラ肉チャーシュー、唯一無二の豚バラ肉チャーシューでめちゃくちゃ美味しいです。宮城県大平村にあります麺ハウス木漏れ日の、レギュラーメニュー、鶏塩そば、その時々により、若干表情が変わるのですが、変わらないのは、じんわりと伸びのある鶏感、ストロングな鶏感でございます。食材をですね、その時々により若干こうシフトを変えてきてもですね、下振れしないといいますか、上の部分でハイレベルな部分でこう変化を楽しめる、この腕センスが誠に素晴らしいと思います。このじんわり伸びのある鶏感をめちゃくちゃ引き立てております、ベーススープの羅臼昆布であったり、塩ラーメン専用の塩だれ、これが1割含まれており、配合されており、絶妙にですね、この鶏感を引き立てまくりまくりスティでありまして、でさらに、このふっくらとした切りは16番手加水率 35% の、寝かせが効きまくった、その時々で、寝かせ具合の変化を、絶妙に楽しめる、麺、この麺とスープの一体感ですね、この一体感がふっくらとした麺の名のもとに、伸び感のある、深い鶏塩感をですね、めちゃくちゃ味わえまくりまくりスティ、味合わせまくりまくりスティのふっくら麺でございます。個人的な意見になりますが、感想になりますが、麺が主軸の麺とスープの一体感というよりは、このじんわりめちゃくちゃ深いスープを味合わせてくれる麺の、ふっくら味合わせてくれる麺の麺とスープの一体感がはなはだ、素晴らしい一杯という感じで、ございました。めちゃくちゃ、美味しくいただきました。ご視聴いただき誠にありがとうございます。これからも美味しいラーメン、麺料理をお届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。